はございます。おはようございます。今日撮影なんですけど、はい、もうどこ行くか分かってますよね。はい、温泉ですよね。今日一泊するわけじゃないですか。はい。あの旦那さんは大丈夫ですか？あ、はい、うん、大丈夫、一応大丈夫とのことできました。大丈夫とのことっていうことは、なんかなんて言って出てきたんですか？旦那には友達と旅行に行ってきますって言いました。結婚してから全然お友達と遊ぶこともなかったので、結構お願いって言ったら、まあいいんじゃないっていう感じで。じゃあもう旦那さんも公認ってことで。はい。大丈夫ですか？嘘ついてますか？そうなんですね。はい、でも楽しみたいと思います。幸せね。大丈夫ですか？でも旦那に嘘ついてますよ。はい。そのこと忘れてって感じですか？まあ多少気がかりです。すごいいい天気です。ちょっといい気分です。ロープへ。なんか思ったよりも怖くないです。怖い、痛い。時間的に今あのお子様のご飯の時間ぐらいじゃないですか今。そうですね、そうですね。何食べてるかな。今日旦那さんはいつもより早く帰ってきてくれですか？は言ってましたけど、まあ忙しい人なので。朝出るとき何つってました？朝は行ってらっしゃい、気をつけてって。あ、意外に普通なんですね。意外に普通でしたね。全く疑う余地なしなんです。はい、ちょっとでも気になりますね。罪悪感。はい、ちょっと。すごい人がいっぱいいます。これもストッキング履いてるよね。履いてます。行きますよ。はい、どうですか、お湯加減は？ちょっと暑いですけど、ちょっと待ってくださいね。あ、いいです。いい。はい。うー、気持ちいい。ストッキングすごい。なんとかなりそう。大丈夫かな。オッケーです。でもせっかくなんで、はい、もうちょっとこうね、デート気分と申しますか、手とか繋いじゃいますか？手ですか？はい。こういう握り方なんですか、いつも？こんな感じなんですね。はい、行きましょうか。照れますね。まあちょっとお忍び感もありますよね。はい、なんか緊張します。ちなみに旦那さんとは外歩くときは手繋いだりしますか？いや、
繋がないです。真ん中に子供が来ちゃうので。お子さん生まれる前どうでした？生まれる前どうだったかな。多少はあったかな。それもあんまり手とか繋ぎたいとか言わないんですか？言えないです。なんでですか？なんか照れちゃいます。恥ずかしい。幸せの鐘って書いてます。はい、幸せの鐘。幸せの鐘、これですね。そうですね。いい音色ですね。本当ですね。3回も鳴らしちゃいました。じゃあちょっとね、鐘を鳴らしたところでね、はい、温泉でも行きますか。あ、いよいよですね。あー楽しみ。すごい。何がありますか？露天風呂があります。雰囲気があるというか、部屋も広くて。本当ですよ、ね、はい、これついてますよ。どうですか？肘掛けれる。あ、ちょっと偉そうになりますけど。すごい、ね、綺麗。来ちゃいましたけど、はい、友達と旅行行くって嘘ついちゃいましたけど。そうですね、うん、でも素敵な思い出になりそう。どうですか、今のところ楽しいですか？楽しいです。どうですか、もう手繋いできたんですけど。はい、なんか今なんか恥ずかしいです。恥ずかしいですか？緊張します。逆に緊張しますか？はい、二人きりになれたのに。まあちょっとね、せっかくなんで、まあしばしの間かもしれないですけど、旦那さんのことも奥さんのこともちょっと忘れてもらって、出ちゃった。すいません。はい、もしもし。はい、はい、お世話になっております。
と主人に4回頼んでましたので、と主人に、はいはい、あ、まずはじゃあすいませんけどよろしくお願いします。はいはいはい、わかりました、すいません、お手数おかけいたします。はいはい、失礼いたします。大丈夫ですか？はい、子供が熱出しちゃったみたいで電話がかかってきたんですけど、うん、じゃあもう一件電話してきてもいいですか？うん、大丈夫です、はい、すいません、本当すいません、うん、ちょっと主人にお願いをしました。熱が出ちゃったみたいで心配です。心配です、ごめんなさい。ちょっと心配なのは分かるんですけど、ま
せっかく来てるんですし、まあ結構いい時間だったんで、そうそうね、まあ、旦那さんも迎えに行ってる頃じゃないかなと思って、まあ難しいかもしれないですけど、まあ、気持ち変えて、まあ、せっかく来たんだから、まあ、とりあえずねお風呂入りましょう。とりあえずお迎え行ってくれたみたいで。ああ、でも旦那さんが連れて帰られた感じなんですか。そうですね。熱とかももう、うん、ひとまず大丈夫みたいです。じゃあちょっともう心につっかえてたものは取れた感じですか。そうですね。まあね、ちょっといろいろありましたけど、肩の荷盛りだってことで、ひとまず